か面白そうな時間が落ちてくれたらいいし、うん、あ、そうですよ、雨やけどな、朝マックやし、そうやな、朝マックするためにわざわざ奈良に来るとかちょっと学生しかおらんかった、なかなかあれやな、行かれてしまってる社会人は朝から朝マ、大阪にはマクドいっぱいあるのに、今日バナナしか食べてない、わざわざな、奈良の朝マックしに行く、昼何時まで？え？昼何時から？昼は2時か3時かな。ああ、じゃあ割と寝るまで。そこそれまでに寝やんな。明日のまた朝まで仕事やろうか。それまで寝るんか。セルフドライブレコーダーや。せやな。こっちからでも行けたけど、まあいいや。団長はどこで拾う？団長はどこで拾うかちょっと。まだ話してない、新大宮かな、新大宮のマクドってどこ、24号線に、あー、あそこか、そうそうそう、分かった分かった、あっこが団長とよく行くとこに行く、しゅんちゃんも呼べばよくね、飲み会できへんのやったらそこで呼べばよくねってなる、あそこ行ったんいつぶりやろ、なんか高校の同窓会で理系だけ集まった時に、でも柔道部か、一回なんかマジで行った記憶があるな、あ、終電、始発まで起きたと、団長どこで会うか、電話できるかな、記憶ならへんな、どこに行けばいいか分からへん、とりあえずそっち行くけど、とりあえず新大宮か、会社の車？ん？これ会社の車？自分の車やで、アスカナンバーやったな、うん、アスカナンバーで、夏休みどっか行くの？いやー、夏休み1週間行ったやつ、山には行きたい、なんか山登りたい、高尾山、高尾山ってどこ、なんか高尾山、東京、東京八王子、どこやんな、なんか生駒山いいんじゃん、あ、生駒山でも全然いいんだけど生駒山、生駒山登ったな、なんか登ったな、どっかの年始に山の、山行く準備はあと、靴買えばどこ行けそうな感じ、カバン買って、いろいろ買って、カバン、あ、そうやな、そう、山用の、山用の、え、登山靴は持ってるの、登山靴がない、あ、そうなの、それ重要や、シューズしかないから、俺も結構モンベルのなんか、なんかちょっとしたやん、持ってん、登山靴持ってる、富士山行くときも履いてみたやつ、行ったことあるっけ、富士山2回登ってるよ、結構登ってる、大学の時やけど、しかもあれ、あん、山頂でどこ泊まるかも決めずに1回目行ったから凍え死にそうやった結局7000円払うんで、なんか山頂の山小屋みたいに泊まれたり、山小屋7000円か、あ、まあ、カレー付き、あー、カレー付き、そら、当日でも行けるんや、なんかな、まだその時は混んでなかったからな、大学1年か2年の時、2回目はしっかりした予約をしていったけど、あ、じゃあ山登る装備持ってるよ、ん、山登る装備持ってるんや、あ、でも富士山は半袖短パンで行ったから死ぬ気持ちで、その後なんか近場の山は しっかりしたモンベルの、あれモンベルの服とモンベルのレインコートと、ああ、モンベルの登山用ズボンと一括で買ったんやな、ね、ちょっとずつ増やしていったけど、でも次はスティック買おうとか思ってた時にもう登山あんまりしなくなったから、近場にいねんけど、なんかその大台ヶ原とか、ああ、それは車とかバイクあれば行けるんじゃん、そう、とキャンプ行きたいなと思ってる、キャンプ、いや、ゆるキャンとか流行ってるし、
ンプグッズあるの？ちょっとだけ集めた。そうなん。あ、来た。あ、団長来たんちゃう。あ、駅前まで行こうかって言って頼むわってとこ。え、駅前、あ、まあそっか、とりあえずそっちで拾えばいいか。なんて言ってる。今どこ、今どこやろな。1日何時間いてもいいよって。あ、そうなの。まあでも半年それで
結構いけるって考えたら、うん、で、あれちゃんとした先生に教えてもらえる、うん、多分、まあ、来年の1月までの予定やけど、うん、なんかまあ延長するかもしれない。あ、来年の1月ってことは7月から。そうやな、 6月ぐらいから。8月、7、8、9、10、11、あ、そうそうそう、多分7から1るよ。あ、夏から。え、なんかそこでは同じ受講生の人とかもいる。いるけどな、結構いるけど。あ、結構いるんか。結構静かな教室やから。あ、でもなんかそういう方がしゅんちゃんの方が好きそうやな。ワイワイガヤガヤしてたらちょっと絵描くのには向いてないかもしれない。ほんまにワイワイガヤガヤは。でもそれ以外なんやろな、コーヒー飲みに外行くか本屋行くか。あ、人と会わへんよな。あ、コロナやしな、普通に会おうっていう話にあんまりならへんし。だね、なんか夏はもともとキャンプ行くか釣りに行くか話しててんけど、ちょっと天気が悪くて行けなくて。天気がな、天気アウトドア、キャンプもその山に行くのもアウトドアやからな。キャンプちょっと気温暑すぎて。あ、海、その釣りはちょうどなんか雨が続いた週になったから。そう、いいです。てか夏何もしてない。あ、夏っぽいことしてない。
施設やってるから。それぐらいでいいんちゃう。そう、キャンプ行ったらキャンプ動画だんだんせんのに。キャンプ行ったらな、この辺で言うとあの京都の一番近いところに笠木ってところ。ああ笠木な、あそこは俺大学の時大学の友達と行ったキャンプ。ああそうなの、5人ぐらい行くあそこ。ちょっとあの今年の夏バイクで見に行ってみてんけど。ああよかったよ。なんか めっちゃ人った、こんな草厚いのに。あそうなの、なんかあんまりおらんかった行った時は、昔大学生の時は。まあブームやったのかな。なんか釣りもできたし、釣りして魚焼いて食べて、でキャンプで寝て、なんかもうでも夜中までなんか外で星見ながら寝転がったりしてた。めっちゃ良かったな。これとこない表紙は熊の子どうちゃん。ああ多分確かに関西のそういう山道といえばザ地図も結構良さそうや。そう、なんか分かりやすかったから、なんかな、もう時間があればそういうのは巡りたいけどな。でね、土日休みでもなんかな、ちょっと遠いもんな。しゅんちゃんあれは車ないしな。そう、車あったらでもいろんなとこ行けるから結構良かったね。ただ止めるとこがないから、一人でもっと細かいとこうろうろするんであれば、まあちょっと大きめのバイクが一番いいかもしれんな。そうね、俺のあれ原付やからな、ちょっとな、ちょっとバイクはしんどい。大宮通りや、バイクは大きめのなんか400cc とかあればどこでもバンバン走ると。で止める時も駐車場必要ないから、その辺で行けるか、めっちゃ便利だよバイクは。あ、平常空席着いたな、団長に止まんない。旅行した感があるけど、まだ8時、まあ、なんか昼ぐらいの気分やけど。そうやな、あんな道路なかなかワープした感あるし。ああもう二条王子南一丁目、握り長次郎。あ、握り長次郎の方でもいいよ、ちょっと高いし。生駒から一気に来れたな、やっぱり。そこから近鉄ならせん。そしたら快速急行で鶴橋の次が行くな。そう、それで一本やったな。そこそこ超便利。カボノヤ、ここ駐車場使えねえ。え、ここのところ。あ、そうなの。でけえやけど、うち前しゅんちゃんとこの辺の一条行った。だんちょうど求めていったかな、確か奈良屋から行けるやん、換気が。せやな、だんちょうおるかな、この辺で。この辺で、いや、あの信号を曲がって新大宮の駅まで行ったらどうやると思うんだけど、とりあえず駅のロータリーあるか。
団長ったあれちゃうかあれちゃうよな本読んで